こんにちは、ポップです。エフ f クチャンネル。11月25日金曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして。ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル。 5ドルベイドルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。えー、久々のね、夕方のチャート解説となりますが、ここ元のトレンドとしましては、ドル安相場となっております、えー。ドル安のきっかけとなりましたのが、水曜日の夜に発表されました PMI。これはアメリカの製造業の担当者のね、購買者。こちらのアンケートでございます。 こちらの方振り返っていただきますと、ここの23時45分の、これは水曜日でございますね。製造業、購買者、担当者のね、景気指数ということで、これはアンケート形式になっておりまして、50を割り込みますと景気が悪い、50を超えていると景気が良いというようなね、アンケートでございますが、この製造業の方が、事前予想50に対して47.6。 そして、サービス部門の担当者のね、こちらアンケートに関しては、事前予想47.9に対して46.1ということで、いずれも50を割り込んでおり、事前予想よりも悪かった。この結果を受けましてですね、ドルの方は大きく140円を割り込んできたというところでございます。 この下げに対しまして、昨日の夜、アメリカのね、マーケット、ニューヨークマーケットは休場でございましたが、少しばかり反発したものの、非常に弱いということで、139円で今のところ跳ね返されている。非常にね、ロングポジションが多いので、これはね、上がるときにはゆっくり、そして下がるときには、ロングのストップロスを巻き込みながら下がるということで、上げの割には下げは早いというところはね、覚えていただく。そして、ポジション状況も確認しておきますと、 こちら、ガイタメ .com さんのポジション比率に関しましては、このオレンジ色の73%が今ロング、そして27%がショートということで、昨日時点でも7割以上がね、ロングポジションという形。これはね、明らかにロングが溜まっているという状況でございますので、下げは早く、上げは緩い。上げている時には利益確定が入りつつ、下げた時にはストップロス、強制ロスカットが入るということで、上げはゆっくり、下げは早いというところ。 そして、こちらで、ね、他のところでも見ていきたいと思いますが、あと一つね、マネパ、マネーパートナーズでございますが、こちらに至ってはですね、なんと、米ドル円のロング比率は8割を超える。80.84%ということで、まあ、皆さんもね、使っている、証券会社をね、見ていただければと思いますが、このポジション売買比率、ポジション比率ですね、こういったものを見ていただきますと、ロングが溜まっている。 そうしますと、おのずと、まあ上がるか下がるかはわかりませんけどね。上げはゆっくり、下げは早いというところがね、意識されるという状況でございます。まあこれらをね、考えた上で今後の戦略をね、練っていきたいと思います。えとはいえ、金曜日の週末でございますので、残り時間も加味して考えていただければと思いますね。それではドル円の方から拡大していきましょう。先ほどお話ししました PMI の下落ですね。 ここの部分でございますが、大きく下落しまして、その後も、レジスタンスを食らいながら下落。138円の手前で反発が入ったものの、139円では頭を抑えられるということで、過去サポートとして機能しておりました、139円。ここでね、昨日の部分と今日の部分でレジスタンスを食らっている。ちょっと139円を超えるのはなかなか難しい状況。 あとは言ってもですね、まあ昨日はニューヨークマーケット急場でございましたが、138円を掘る状況ではなかったというところを考えつつ、移動平均線の角度もね、じりじりとまた横ばいになってきておりますが、ただ上値は重いというところはロング比率の拡大からですね、これは想像に固くないというところでございます。ではね、それを踏まえてどのような戦略をね、取っていくか、これを見ていきたいと思います。 まずはね、これ上方向に上がった場合でございますが、やはり139円の重さが目立っているというところでございますので、139円付近で、これは平均足が要線から陰線。ここはしっかりとショートを組んでいただけるポイントかなと思いますし、あと今移動平均線付近に、ね、位置しておりますが、移動平均線を割り込んでからもう一度ね、 え、戻りが弱く、要線から陰線に転換した場合、ここもね、追っかけてショートを取ってもいいかなと。その際には移動平均線24が再度右下下がりに 被せてくるような形になるかと思いますのでまあ、こういったところ逆張りの139円付近のレジスタンスが入ったところでショートを狙いつつ再度下げてですね移動平均線に頭を押さえつけられて戻りが弱かった場合にショートを取るこの2点はねショートポイントとして覚えていただければと考えております そして、可能性は低いんですがね、ロングのパターンも見ておいていただければと思います。まあ、下方向でね、ロングを取る逆張りは週末でありますので、無用なね、含み損のこちらは持ち越しをする必要もないというところでございます。まあ、ロングに関しましては、可能性が低いながらも139円を要線のまま超えて、その上側でのね、陰線から要線のサポートが入った場合、 こういったところはね、ロングを取ってもよろしいかというポイントでございますが、ただ可能性としては低いというところでございますので、この金曜日、デイトレで勝負される方は、139円付近のレジスタンス、要線陰線が入ってからのショート、もしくは移動平均線に被せられてからの要線陰線のショート、こういったところをね、狙っていただければと思いますので、皆さんの相場感とと,ともに一つの意見として参考にしてください,、はい。以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、 続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。はい、ユーロ円の方もね、ドル円につられまして、PMI のところでは下げたところがある。その後はですね、移動平均線24。この黄色のラインの下側で、陽線から陰線というレジスタンスを食らいながら、下落が、下落トレンドというところでございましたが、まあ、今日のね、朝方、 一旦は移動平均線を超える。そして今日もね、今のところサポートが入っているというところでございますが、ちょっとこの144.50ですね、過去のサポートラインでございますが、今日もね、一回レジスタンスを食らっておりますが、この144.50、ここの部分を一つのポイントとして考えていただければと思います。具体的にトレード戦略に関しましては、144.50、再度ですね、ここの部分を上抜けできないというところ、 具体的には平均足が陽線から陰線に144.50の下側で起きてしまった場合、ここはショートを狙うということで、その場合の利格は144円付近。そして、ロングを取るパターンと関しては、この144.50を上抜けて、上抜けた瞬間ですと、朝方の上ヒゲでこれられてし、これは、ね、すぐ戻ってしまうというケースもありますので、しっかりとその上側でのサポート。 具体的には144.50の上側での陰線要線ですね。こういったところが見られてからロングを取っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、一つ参考にするのは144.50。過去のサポートが入っているところ、今日のレジスタンスが入っているところ。ここを起点にですね、下側ではレジスタンスを受けてからショートを狙いつつ、上方向ではサポートが入ったらロングを取る。 そして、ロングのね、この利益確定は145.00ですね。このあたりを目安に考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドの方はですね、えー、水曜日までは上昇トレンドということで、この移動平均線をまたぐ場面もあったんですが、なんとか上昇トレンドで一時169円をつけるというところでございましたが、まあ、ドルやユーロほどではございませんが、えー、アメリカの PMI のショックによって、えー、これはね、移動平均線を割り込んでしまった。 そして、今日はね、一旦は移動平均線を超える場面もあったんですが、完全にね、今移動平均線は横ばい。その付近で、ポンドの方は動いているということでございますので、ちょっと方向感がなくなりつつある。今までの上昇トレンドから、まあ下落トレンドにも入らず、上昇トレンドにも戻らずということで、レンジ相場を想定していただければと考えております。よってですね、今日の戦略に関しましては、まずロングに関しては168円ですね。 朝方、上髭で戻されてしまいましたが、ここを超えてからですね、えー、陰線陽線のサポートがあれば、ロングを取ることができるかなと。あと、ショートに関しましては、えー、今日の安値ですね、えー、先ほど下髭をつけた形でございます。まあ、167.50、えー、こういったところを、ね、目安にしていただければと思いますが、その下側での陽線陰線を受けた場合、 この場合はですね、移動平均線の方が、これ24でございますが、これが被せてくるというところでございますので、このようなところ、移動平均線の下側に潜って、ポンド円の方がね、要線から陰線に平均足が転換した場合、こういったところでショートを取っていただく。よって、今現在のね、167.50から168円の50ピプスの間はですね、無理にポジションを取らず、レンジブレイクを狙っていく。そして、レンジブレイクが起こらないときには、 ポジションは取らない。残り時間もありますので、そのような形で168円ジャストの上側での陰線要線でロングを狙いつつ、167.50を割り込んでからのその下側でのレジスタンスでショートを取る。このような形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい。以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして5ドル円の解説に入っていきましょう。 5ドル円の方は少しね、時間軸広げていただきますと、まあ、大きなレンジから1段階下がりまして、今週のレンジはですね、少し94円のレジスタンスまで引き下がりつつ、下方向に関しては、この93.25あたりですね、こういったところがね、一つレンジ相場の目安になっているという状況でございます。 まあ、こういったレンジ相場はね、私は特にトレードはしないというところでございますが、皆さんもね、無理にトレードをする必要はないかなと。ただ、ゴードル円ね、おセリナ通貨好きな方もいらっしゃいますので、まあ、あえて言うのであればというポイントでございますが、やはりね、このレンジ相場で動くことを想定。94円付近でのレジスタンスですね。ここの部分が直近で1回。 一回、二回、三回とレジスタンスを食らっておりますが、このあたりでの陽線、陰線が現れたところでしっかりショートを狙いつつ、下方向に関しましては、こちらもね、三回、四回ほどですね、サポートが入っているというところでございますが、93.25、しっかりと引き付けた上での陰線陽線のサポートが入ったところでロングを取っていく。 まあ、ここがね、レンジ相場のやり方かなと思います。まあ、これからのね、残り時間、重要指標もございませんので、まあ、レンジブレイクというのは少し考えにくいかなというところでございますので、まあ、一つね、このレンジのサポートラインとレジスタンスライン、まあ、こういったところでね、しっかりと陰線陽線や陽線陰線が見られた場合、ここにね、絞り込んでいただいて、引き付けてからの逆張り、こういったところをね、意識してトレードに臨んでいただいてはいかがでしょうか。 えー以上でね、クロスエンの4ペア4通貨の解説を終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。えー、まずはね、ユーロドルでございますが、まあ、ドルが弱い兆候は、えー、週初めからね、あったところでございますが、えー、昨日のね、えー、ところから少しばかり上値1.0450。 まあこの付近から戻されてしまいまして、一旦上昇トレンドは終わりまして、レンジ相場に入りつつあるというところで、これもね、先ほどお話ししました通り、残り時間の関係から、あまりレンジブレイクはね、考えてい,ただか、えー、いかなくてもよろしいかなと考えております。 よってですね、えー、積極的なトレードをする通貨ペアではございませんが、まあ、あえてね、狙っていくということであれば、ショートに関しては1.04、えー。ここのサポートがね、えー、ガチッと入っておりますし、あとね、過去レジスタンスも機能していたというところでございますので、まあ、ここ割り込んでからのレジスタンスですね、えー。こういったところを待たなければいけないかなと。えー、割り込んだだけですと、下髭で戻されてしまうというところがありますので、しっかりと1.04割り込んでからの要線因線でショートを狙いつつ、 ロングに関しましては、今日の高値1.0425付近でございますが、まあ、ここを超えてからのサポートですね。こういったところのレンジブレイクを狙っていくのがよろしいかなと。えー、ただ、残り時間も考えてみますと、なかなかレンジブレイクというのは可能性は低いというところでございますので、まあ、ここの1.04から1.0425。 この25ピプスのレンジ相場では無理に勝負せずに、逆張りをしてもね、対して美味しさはないというところでございますので、しっかりとね、このレジスタンスを超えてからのサポートが入ってのロング。そして、こちらはサポートラインの1.04割り込んでからの要線陰線のレジスタンスでショート。こういったところをね、ブレイクを狙う。ただ可能性としてはあまり高くないというところでございますので、参考までに見ていただきつつ、チャンスがあった場合のみ入っていく。 このような考え方でよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドドルの方も、今までのレンジ相場でありました、1.20、えー、一時ね、1.10も割り込んでいましたが、ここの部分を上回っているということで、まあ、上昇トレンドが 続いていいいいてたというととととううこころろでででごござざまますすがちょっとね今は減速気味で移動平均線を若干割り込む基本的にはね、こちらも時間軸伸ばしていただきますと、この1.20、これを上回っている段階であれば、まあ、いかなるところでもロングを狙っていくというところでございますので、まあ、ショートに関しましてはね、この1.20の下側に潜るまでは、ショートは考えなくてもいいかなと。 サポートが入ったところでロングを取っていくというところでございますが、ちょっとサポートラインが見当たりませんので、ここのポンドドルに関しましては、まあ今日はね、様子見にしていただいて、まあ、唯一ね、チャンスがあれば1.20付近での陰線から陽線のサポート、まあここだけ狙っていくというところでよろしいんじゃないでしょうか。 ちょっとね、これは上昇トレンドがね、かなり続いているということで、少し押し目を待ちたいかなと。その押し目に関しましては、1.20、過去のね、レジスタンスライン。まあ、この下側にもね、レジスタンスラインありますが、まあ、1.20、このあたりまでは引きつけたいなと思いますので、この1.21というね、空中戦で、あえて勝負する必要はないかなと思いますので、1.20、ここのポイントのみに、週末ですから、仕込んで、これは狙っていただいて、それ以外のところは、無理なトレードはしない。 こういったところがね、よろしいんじゃないかと思います。あえてね、言うのであれば、またこの1.21、ここの上側で一回サポートが入って、もう一段階ね、移動平均線の上側でサポートが入る。まあ、こういったところを狙っていただいてもいいかもしれませんが、ただ週末でございますんでね、あまり積極的にこの空中線で取る必要はないかなと、しっかりと1.20付近まで引き付けた方がよろしいんじゃないかと思いますので、皆さんの相場感もあろうかと思いますが、一つの意見として参考にしてください。 はいえー、以上でねポンド、えー、ポンドドルの解説を終わりまして、最後となりますが、ードルベイドルの解説で締めていきましょう。ゴ、はいえードルベイドルに関しましても、えー、こちらはね、上昇トレンドが一服というところでしょうか。えー、水曜日のところですね、えー、PMI の悪化を受けまして、えー、ドルが弱くなった、そのこのところから上昇トレンド続いた2日間でございますが、えー、この0.6750を超えてからやや横ばいというところでございますので、同意にかける展開でございますね。 こちらの方もチャートを伸ばしていただきますと、ちょっとね、上昇トレンドながらも上値に0.68というね、過去ダブルトップ気味に上がっていたところがありますので、まあ今日のね、この週末のところ0.68を超えていくのは難しいんじゃないか。よって、ロングを取ってもですね、まあ上値が限られているというところでございますので、ちょっとこのあたりはね、様子見でいいんじゃないかというのがね、えこのドルストレートの 共通意見でございますが、まあ、とはいってもね、えー、やりたい方もいらっしゃると思いますので、えー、見ていきたいと思います。はいえー、ということでね、まあ、ロングを狙っていくということであれば、今日一回、サポートが入りました。そして、えー、過去にもね、レジスタンスラインがあります、0.6750。まあ、ここでのね、サポート拾えるかもしれませんが、とはいっても、上値は0.68。ここが厚いというところでございますので、まあ、積極的に狙う必要はないかなと。 ま、引き付けるためにはですね、えー、この過去のサポートや、ここにもね、レジスタンスがあります。この部分ですね。0.6725。まあ、ここの部分までしっかりと引き付けてからのロングを狙っていきたいかなと。まあ、その際には、レンジ相場を想定しておりまして、0.6725から0.6800。 まあこういったね、レンジ相場に切り替わるんじゃないかというところでございますので、まあ、上値のね、えー、ところ、えー、ここのえショートはまずは考えなくてもよろしいかと思いますが、0.6750やその25ピプス下の0.6725、まあ、こういったところの平均足の陰線から陽線の転換、えー、こういったところをね、しっかりと拾っていきつつ、まあ、0.68に達する前に、えー、こちらはロングの利格を狙っていく。 とはいってもね、値幅はあまり大きくないということでございますので、まあ、積極的なトレード。このドルストレートは金曜日でございます。週末でございますので、まあ、避けていただいてもよろしいかなと。まあ、あえて狙っていくのであれば、ロングのみ狙っていく。これはサポートラインであります。0.6750と0.6725。こういったところをね、狙うのみという形でよろしいかと思いますので、参考にしてください。 以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。えー、ということでね、引き続き夕方ね、なかなか時間が取れなくなってきましたが、えー、時間の取れるタイミングでは、このようなチャート解説、チャート分析をですね、続けていきますので、またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ポップがお送りしました。バイバイ。